はい。パナシャンパナシャンですね。はい。沖縄おばばです。こんにちは。えっ、ー、とですね。えー、ちょっと金がめいるような動画なんですけど、見に行ってください。えー、きわみさんですね。きわみさん。えー、元ね、年なんちゃらのきわみさんですね。この方がある動画をあげていました。私はもう最初から、 今回のワックリンコがね、666であるっていうことをずっと言ってました。はい。きわみさんがその根拠になるようなね、えー、動画を上げてくれています。まあ、正確に言うとね、ワックリンコというよりも、ワクパスパスなんですけどね、666は。 そういうことです。はい。でもこのね、えー、666ですね。えー、地域差があると思います、かなり。はい。えー、まあ、地域によってはね、この、売り買いができないようにしたっていう、こう、聖書の予言あるんですけど、まあ、地域によっては田舎なんかはね、こんなことを、あのー、やってたらもう商売成り立っていきませんから、えー、まあお、大手のね、スーパーぐらいでしょうね、やるのはね。 で、多分、あの、あれですよ、あの、田舎のね、個人経営なんかのね、スーパーなんかは、多分やらないと思いますね、これは。はい。まあ、経団連からなんか文句言われたら、どう答えるかわかりませんけど、まあ、こんなことやってたら商売になり立ちませんね。はい。まあ、日本の場合どうなるんでしょうかっていう感じです。はい。とりあえず下に URL を貼り付けておきますね。 はい。もう何度も私、あの、言ってるように違うっていう人結構いるんですけど、枠林子は、ろはろくろです。ろっくんろっくんろくんです。はい。このことをよくね、考えてくださいね。えー、まあ、ちゃんと今の手の印も、その、なんかね、やることになりそうだということです。なんせね、あの、 携帯のね、その画面を見せるのがね、大変なので、その刻印をするという話になっております。はい。はい、そういうことです。はい。はい、やっぱり言ってた通りになってきました。ロックン、ロックン、ロックンですね。はい。どんどんと物事が進んでいきます。私たちは声を上げることができるんでしょうかっていう感じですね。はい、頑張って、えーね。 まあロックン、ロックン、ロックンのね、えぇ、ー、コックインをね、押されないように、ご注意くださいっていう感じです。まあ努力しないと押されちゃいますからね。努力、努力していきましょう。はい。それではね、下に URL 貼っときますので、えー、参考に見てください。今ではこういうことができるようになってます。はい。えぇ、ー、まあね、多頭ですね、多頭。はい。多頭です、多頭。はい。 ろっくんろっくんろっくんの多頭です。しかも模様は自由自在ですね。はい。そういうことです。はい。それでは皆様、ごきげんよう。あ今度はラオワンさんの続きの部分を翻訳しますね。はい。沖縄おばばでした。